どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリインボーク、リインボークフェス東京グル RE 最終16巻発売記念ピックアップ第2弾で、暴走するメンター佐々木廃生が来てますね。キャラの詳細見ていきましょう。かなりかっこいいイラストですね。個人的にめちゃめちゃ好きです。ですね、これがグールキラートリプル S のマイナス、ですね、リゼがトリプル S プラスだったのかな、マイナスかな、ちょっと分かんないんですけど、人間キラーですね、リゼは。でそれの、グールバージョンということで、ハイセが、グールキラーになりました。で、属性キラーですね。属性キラーが、ゴー属性って言ったら、赤か、赤だよな。で、水、まあ、火、水、草ですよね。草についてって、最後にクリティカル率がアップと。まあ、光にはついてないということでね。光属性キラー、いたっけな？ちょっとあんま覚えてないんですけど。でスキルの方は、お返しです。レベル5、3ターンの間自身の攻撃力を2倍にする、自身の武器耐久値を4回復する、敵単体に攻撃力かける1.6倍の10連ダメージを与えるということで、まあ武器耐久を下げるのは初手当てて2つですかね。強さ的にはですね、どうなんだろう、別に弱くはないと思うんだけど、あのぶっ壊れではない。あのムカデがぶっ壊れすぎて、あのリゼが霞んで見える人ってかなりいると思うんですけど、リゼ強いですからね。普通にあのムカデと比べちゃダメですよ。ムカデはあれ、あの普通に壊れてるんで。ですね、だからまあ、あのリゼを強いってあの思えるようになるのは、多分熟練度をマックスに上げて、あの武器を10にして、あのなんだっけ、人間キラーかな、人間キラーを解放すれば、まあ、後々駆逐で現れる単体の敵とか、まあまあ、リゼ前衛か、まあ、単体の敵かどうかはちょっと分かんないけど、まあ、この先役に立つとこはかなりあると思うんで、はい、ムカデと比べちゃダメですね。ということでですね、引いていきたいと思います。でいつものごとく、最終ステップまでいきましょう。最終ステップまでにリゼはこの前出て、最終ステップ目でも出てくれたんで、そうなってくれるとありがたい、非常に。いいよ SSR、確定じゃないとこで SSR とか、前回全部出たんだよね、全部のステップで。確定じゃないところまできっちり出てくれたから、かなり美味しかったね。操作感、あとね、フェスだから、あの熟練度がもうちょっと 100% になるキャラいっぱいいるんですよね。金木でしょ、出た方、ほうじさんめっちゃ出ない。どの金木、水金木か、水の金木と、じゃあ、ステップ続きます。あと二刀クラーモンでしょ、アキラがね60だったような気がするんだよな。で意外に熟練度 0% のままなのが、あのイグザアリマなんだよね。イグザアリマが出なくてちょっと困ってるんですよね。偏りすぎて、まんべんなく育ってほしいですよね、熟練度。まあ、100% になるのまだ先でいいから、まんべんなく出てほしい。いいよグール、ここでハイス出てくれるんじゃないかな。来い、わっ、お前かビビるわ。でも嬉しい、あの持ってないからね、ひなみビビった。今さ、初ゲットの BGM 流れたから、お来たと思ったら、てか俺未だにフェスゲンで持ってないグールがもう一人いることに気づいて、3ステップ目いきます。誰かっていうと、トーカなんだよね。あのレインコートじゃねえよ、なんだ、なんて言うんだっけあれ、何コートって言うんだっけ、忘れちゃったけど、あのコート着てる効果を持ってないんですよね。確かあれも武器耐久値回復するんだっけ。いや武器耐久値を回復するキャラクターって結構貴重。グル、おい、グル、おい、なんでお前そこグールかわして操作官に2体なんだよ、おかしいよな。お、ハイセイ、あれこれ1体 SSR 確定枠だっけ、ステップ3って。あ、出た、イグザアリマ出ねえっつったら出たわ。これ熟練度20ですね。あーっと、整理するの忘れてましたね。ちょっと整理していきます。はい、次ステップ4ですね。じゃあ行きましょう。まあ SSR 出てくれてるし、持ってないキャラも引けてるし、まあまあいいかな。まああと4ステップだけど、おい、そこはさ、サボっちゃダメなとこだろ。おい、あ、もったいねえ、ここの4ステップ目の10連。ちょっと待ってくれ。多分ここで、1体フェスゲン確定だよね。1体フェスゲン確定のステップ5いきましょう。これ待って、不安になってきたんだけど、
567あと30連でしょ。30連最後のステップが 50% だから、まあいけるんちゃうんかな。50% 外したらメンタル的にきついだろうな。暴走するメンターならぬ暴走するメンタルになるわ。お、グール多いよ。なんでそこグールをかわすかな。そこなんでグールかわしてくるかな。まあ、捜査官フェスゲンだから、まあアモンさん、重蔵、有馬かな。重蔵か。重蔵もね、これで 80% だと思いますね。あーやべえ、ステップ6か。ステップ6って結構あれじゃなかった。ここで外したらメンタル持っていかれる。あのね、闇カネキ好きな人って多分10人に聞いたら9人がなんかもうめちゃくちゃ好きって言うと思うんです。おい、俺はこの暴走してるハイセの方が好きで、実はね、俺ハイセ好きなんですよ。しかもこの暴走してる時のハイセきつい。やばい、待って、最終ステップきつい。ちょっと待ってくれ、俺これ2分の1外したらどうしようかな。考えちゃダメだ。考えたらダメだ。考えるな、感じろ。俺を信じろ、自分を信じろ。今まで引いてきた自分を信じろ。 50% を信じろ。2分の1外すなんてさ、ありえないよな。なあ、当たり前だよな。3枚ぐらい来るんじゃないか。オッケーオッケー、グール、まずはグール、まずはグールっしょ。まあ、ウイさんはまあ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 、まあ、ちょ、頼む頼む、おい頼む、おい頼む、よーし。危なかった、マジで危なかった、本当に危なかったぞ。怖すぎ。ということで、なんとか最終ステップ2分の1の確率で、ハイセイ引くことができました。はい、あ、よかった、マジでよかった、危なかった。というわけで、お疲れ様です。皆さん弾けたんでしょうか。よかったらコメント欄で教えてください。ではまた次回の授業でお会いしましょう。お疲れ様でした。